ねえねえ聞いた？小馬線がさ、急にどっか転勤になったんだって。嘘、マジ？面白い先生だったのに。小馬線はこのクラスの担任。でもその実態は違くて、天界ってとこから来た100人の神候補の一人だったらしい。俺にヘンテコな力を与え、勝手にわけわかんないバトルにエントリーして、そして自分の命と引き換えに俺を助けてくれた。で、どうして小馬線は俺なんかのこと助けてくれたんだろう。見て見て、髪型変えたんだ。似合う似合う。でもこっちの方で髪留めた方が可愛いよ。ほう？うん、絶対こっちの方が可愛いって。森愛、校内一のおせっかい焼きだ。なんか言った、フェイク君。いや、何も。そして勘も鋭い。植木、一つ言っとくけど、バトルはもう終わったの。あんたが悩んだところで小馬線は戻らない。もう全部終わったんだよ。あいてててててて、なに？頭痛が。早退する。あ、こら。お腹押さえて頭痛とはなんだ。そっか、もう何もあいつの心配する必要ないんだ。全部終わったんだから、うん。小馬線、どうして自分の命を捨ててまで俺のことなんか助けてくれたんだろう。俺はそれが知りたい。空いてる。大用心だな。4月10日、植木、拾った財布を交番に届ける。4月11日、道に迷ってるばあさんを助ける。5月12日、植木、また公園で木を植える。全部俺のことだ。この数ヶ月の俺のこと、小馬線の日記にはそれしか書いてない。どうして小馬線は俺なんかのこと。昨日の日記、これで最後か。7月26日、今日はいい天気だ。この空の下にどれだけの正義があり、そしてどれだけの悪があるのだろう。俺は俺の正義に反する奴を許せない。正義。俺はこっちに来ていろんな奴らを見てきた。しかしドイツにも俺の求める正義はなかった。こんなつまんねえ世界の連中に興味がなくなり、もう天界に帰ろうかと思った。ちょうどそんな時だった。あいつに会ったのは。植木はこっちの奴には珍しく正義ってもんを持ってた。違う。俺はあいつの正義が本物かどうか試すことにしたんだ。あいつの正義は本物だった。違う。俺はもともとそんな正義なんか持っちゃいない。どこにでもいる鍵だ。俺はただ自分より人を思いやれる小馬線、あんたみたいになりたかっただけなんだ。小学生の頃、ビルから落ちた俺を助けてくれたあの日から、あんたは俺のヒーローだった。俺は小馬線みたいになりたかった。だから小馬線みたいに人のためになることをしだした。ただそれだけなんだ。だからこれは俺の正義じゃない。小馬線の正義だ。唯一気がかりなことはこのバトルの行方だ。自分の好きな財を書き込めるこの世で唯一無二の寄付だ。
空白の財。バトルに参加する全ての者がこれを狙っているはずだ。そのほとんどの参加者は俺の正義に反した悪だ。奴らに空白の財が渡ればこの世はめちゃくちゃにされてしまうだろう。そして俺たち神候補にはそれを同行する権利も力もねえ。それができるのはその悪に混じってバトルに参加する正義を持ったガキだけなんだ。だが植木の奴をこれ以上巻き込むわけにはいかねえ。俺はあいつの正義が本物かどうか確かめたかっただけなんだからな。植木、もうこんなバトルやめちまえ。お前の好きなように生きろ。お前の人生だ。俺の人生だったら俺がやってやるよ。その悪全部ぶっ倒して俺がこのバトル優勝してやる。空白の財も悪になんか渡さねえ。この世をめちゃくちゃになんかさせねえ。コバ戦の正義は俺の正義だ。ああ、やっと何の不安もない毎日に戻れると思ったのに。もあれ、いつの間に。あんたの行動くらいちょっと考えればわかるわよ、この単純バカ。ああ、もうこうなったら漕ぎかかった船よ。乗りかかった船だろ。乗りかかった船よ。はい。ごめんください。新しい神候補ですけど、私前担当の小林の引き継ぎで参りました神候補の淀川です。愛称よっちゃんで一つよろしく。よっちゃん。はい。さてさて、早速本題に入らせていただきますか。植木康介くん。本題やめるんでしょバトル。俺やめないよ。え？俺はこのバトルで優勝する。もう決めたんだ。植木、優勝ですか。でははっきり申し上げます。私は天界でも実に目立つことなく過ごしてきた男です。私はこんなバトルやりたくない。へーへーボンボン、それが私のモットーなんです。お遊戯会でも企画さの役しかやったことがないんです。そんな私がどうしてこんな大役を全うすることができましょう。よっちゃんは見てるだけでいいから。わかりました。金がバトルをやめてくれるよう説得するまでです。ご覧なさい。おお、なんか見覚えあるぞこれ。なんかじゃないです、あなたが今持ってる財ですよ。植木の法則ってやつね。ええ。ところで植木くんの財は現在11個ですが、他の能力者の財の数はどのくらいかわかりますか。一人の人間が持ってる才能ってことよね。5、6個かな。160。いいですか、植木くん以外の能力者の平均の財数は約160個。今まで生き残ってるのが不思議なくらいなんです。君がこのバトルで優勝する可能性はない。やっぱり。大体何ですかこの財のバリエーション。早食いの財に、くじ引きの財、踊りの財に、ツッコミの財。バトルに生かせる財がほとんどないじゃないですか。いいじゃねえかよ。ちょっとぐらい付き合えよ。そもそも君は力で人を傷つけて3つも財を減らしてるんですよ。本来これ自体ありえないんだ。前任の小林は正義だかなんだか知らないけど、それを良しとしてきた。でもこのままじゃ財がゼロになって君は消滅しちゃうんですよ。大体こんな財でこれから勝ち残っていけると思いますか。やめてください。いいから離して。
あ、消えた。でしょ。あ、え、なに。バカ、いきなり何やってんのよ。あんたバトルで優勝したいんでしょ。早速3つの財減らしてどうすんのよ。あ、そっか、しまった。植木、ま、次から気をつけよう。めっちゃ立ち直り早。ま、でもこれで分かったでしょ。いかに君がこのバトルに向いてないか。バトルの勝敗を左右する財をいとも簡単に減らしちゃうんだから。危険ということでよろしいですね。いやだ、俺はやめない。バトルは続ける。これだけ言っても分からないの。君が勝てないことはデータが証明して。今度は何？対戦相手のお出ましです。もうすぐそこまで来ている。え、それって敵が近づいてきたりするのも分かるわけ？ええ、相手を倒した時に手に入る財の種類とかもね。次の相手ボーロティ、持ち財は215、それに対して君は8つ。これで分かったでしょ、君がいかに無謀なバトルに挑もうとしてるのか。これは、え、敵の居場所ですが。よし、発動。出たな。植木康介、持ち財8、倒して手に入る財は先読みの財。お前って最高の獲物じゃん。お前倒して先読みの財ゲットするじゃん。空白の財を手に入れてどうするつもりだ。決まってんだろ、俺の好きな財書き込んでこの世を俺の思いのままにしてやるじゃん。ならお前のその悪俺が倒す。お前ムカつくじゃん。どうせもうやられちゃってますよ。そんなことない。うわっ、ふうき、やっぱりだから言ったんだ、勝てるわけないって。でもまあこれで心置きなく展開に帰れますけど。待って、あれ、そんなバカな。つつ、あ、変じゃん。俺の財は215個、あいつの財はたったの8個。生意気じゃん。俺の攻撃を食らって反撃できるやつなんてお前が初めてじゃん。さっきの反撃はまぐれじゃん。次はその頭完璧に勝ち取ってやる。この頭をダイヤモンドに変える力でな。ダイヤモンド、二度も食らうか。なんてダイヤに比べたらバター同然じゃん。決まったじゃん。こんなところでこんなやつに負けたらコバ戦に申し訳ねえ。俺の正義見せてやる。セタ、なんですぐに立ち上がれる。大丈夫？おい、で私負けてもらわないと困るんですよね。最も神の座に近いと言われている神候補マーガレットの参謀として長の座を約束されているのです。だからすぐにでも君には負けてもらって、私はそっちの仕事に戻らせてもらいますよ。こいつを二度も食らって立ち上がるなんて俺のプライドズタズタじゃん。許さねえじゃん。あれ無駄です、ボーロには捕獲の罪がある。さらに瓦割りの罪。やはり罪八つではこれが関の山ですね。そのまま負けちゃってください。私の神補佐の座のためにも。何？無駄だって。
俺には215も財があるじゃん。それを駆使すれば力なんか使わなくても楽勝じゃん。財を駆使、例えばこの石蹴りの財、回り込みの財、ダイヤモンド、ヘッドバット、あーいけねえ、力使っちゃった。何よあいつ、力を使うのに何の制限もないの？植木の手で追えるゴミみたいな。いえ、全ての力には制限があります。しかしこのモバイルでもそこまでは分かりません。だったら、あ、俺も財を駆使する。あ、踊りの財、踊りの財、踊りの財、テレ、泳ぎの財、泳ぎの財、泳ぎの財、やめか。だったら命中の財、何が命中の財じゃん。お前たった8個の財を使いこなしてないじゃん。お前が頭をダイヤモンドに変えられるのはポケットに手を入れてる間だけだろ。それがどうした。あ、何、ダイヤ頭で投げりゃ今度は痛くねえ。やっぱり痛え。いつの間にポケットを、あの時か。てめえ、なんで力の制限のことを。だってバトルの最中にポケットに手入れるの変だろ。植木君はあの状況でそんなことまで観察していたのか。俺には215の財があると言ったはずじゃん。ポケットが破れたなら財宝の財で、あ、チクタクチクタク、あっという間に元通りじゃん。なんか可愛い財だな。やばしい。とにかくもうポケットを破っても無駄。こうすりゃ何度でも力使えるじゃん。おお、よかった。なんか言った？あ、いや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 、やれ。無駄だと言ったろ。こんなの何とでも直せるぜ。無駄じゃんって。いやズボンが投げりゃ縫えないだろ。バカな、ボーロティは215も財を持っていたんですよ。植木君がなんで勝っちゃうんですか。応急処置。嘘だ、これは何かの間違いだ。植木君、うん、今回はまぐれで勝ったようですが、もうやめましょう。これ以上続けても意味がないですよ。まだそんなことを。ねえよっちゃん、なんでそこまで植木に負けさせたいのかな。言ってるでしょ、私はただ一日でも早く展開に帰ってのんびりと。本当？なんか隠してない？隠してないです。実は展開に帰るとちょっと出世するとか。しないです。他の神候補と裏取引してるとか。、うん、もうどっちにしろ植木君は優勝なんてできっこないんですよ。どうせ優勝するのはロベルト・ハイドンに決まってるんですから。残念。生きてんの？あいつ。あ、おかしいじゃない。コバセンはあいつから植木を助けるために地獄に落ちたのに。じゃあコバセンがしたことは何だったの？いや、よかった、生きてたのか。これコバセンの仇取れるじゃん。はあ、何言ってるんですか植木。そんで優勝する。優勝？うん。